使徒の先17章、彼はアムポポリスとアポニアを通ってテサロニケへ行った。そこには、ユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入って行って、3つの安息日に渡り聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼のうちの何人かはよく分かってパウロと知らずに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見当たらないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言って、カイザルの朝直に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。そこ二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼を会ってアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった。さてアテネで二人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた 人たちと論じた。エポクロス派とストア派の哲学者たちも何幾人かいてパウロと論じていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活と述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私にとって珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私は知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人もみな何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々と見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知らない神という刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住まいになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は人の人から全ての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお勧めになりました。これは神を求めさせるためだ。もし探り求めることでもあるなら、神を乱すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられます。私は神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも私もまたその子孫であると言った通りです。そのように私は神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人によって義を持ってこの世界を裁くため義を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、そのことの
福祉を全ての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼の中にから出て行った。しかし彼につき従って神父に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。